おはようっておい誰もまだ来てないですねあここで俺の新しいそのニューライフが始まるのね。新しい生活が盗んだバイクで走り出す行く先もわからぬまま暗い夜の帳の中へ。あ、こんにちは。誰にも縛られたくない。それ、尾崎でしょ。尾崎じゃないよ、尾崎。逃げ込んだボックスネオです。この夜に自由になれた気がした。なんだよ、人が勇気出して言ってんのに。夜、ああ、いやいやいや。チーズ。やっとまともそうな人が来たね。ちょっと聞きたいっちゃばってんけど、このクラスにアフロヘアのやつって来てないよね。アフロ？アフロ。いやいや、初めどうもっていう、あれおかしくない？アフロで変だな、さっき見たっちゃけどね。スネオです、よろしく。あ、まあいいやアフロだぜ。中学生なのにすごいと思わねえ？すごいすごいけど、ちょっと君の言ってることちょっと意味が分かんない。意味分かんない。盗んだバイクで走り出す行く先も分からぬまま暗い夜の帳のなんでまた尾崎なんだよ。誰にも縛られたいと縛られたいって言ったこの夜に自由になれた気がした。十五の夜。アフロ、君やったっちゃん。そうだよ。かっこいい。友達になってください。池田です、よろしく。あ、ねえねえ、どうして君はさ、そんなにアフロが好きなの？そしてなぜ君はアフロなの？そりゃもちろん目立つから。確かに中学生じゃ目立つから。そうでしょ、うん、やっぱ目立つからな。やっぱこのこれからさ、納税額トイザ番付1位になろうっていうやつらが普通の髪型でどうするんだっていう話だよ。やっぱりね、個性出していかないと。あ、アフロだ。あ、この野郎、てめえこの間パーマ屋さん紹介してやっただろ。言ったのか。言うなよ、内緒にしてたの。行くなっつっただろ、この野郎。まあ、そんな髪型が一緒だからってそんな揉めることないじゃない。揉めることないじゃない。大丈夫なんかよ、お前ら。お前ら誰の言葉入れてしてんだよ。ドリルか針金かどっちだよ、お前。ドリルかよ。ドリルかよ。そんな1万5000だ。そんな1万5000一緒だよ、俺。同じとこ行ってんだから。おい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 。そんな小芝居入れないでね。小芝居してんだよ。俺も小芝居してえの。あげたら白目とかになってるんだから。彼だってね、その、アフロの人、友達になりたいって言ってるんだから、本当に。あー、はい、2人は微妙だな。ほら、やっぱなんか2人もいるって分かったら、なんか、なえた。どこがなえちゃった、これ。これ、なえちゃった。なえちゃった。なんで2人じゃダメなの？これ、なえちゃった、これ。なんで2人ダメなの？そりゃこっちのセリフか。この野郎。いいかお前ら、もう教室でこの髪型の話とかやめよ。一切なしだ。おはよう。おはよう。おはよう。まとまってるよ。あ、高いで高いで。編み込んでるよ。このクラスはアフロが二人もいるのか。よう、時代はドレッドじゃないですかね。やっぱ言ったんだよ俺は。ディレクターにも言ったんだよ、アフは2人必要かって。いや、かぶるってかぶるって言ったんだよ。いいセリフ言ってたんけど今。怖い。お前、行こう。
前なんだろうな。これじゃなしだもん。ストパーかけろよ。高いよ、逆に。スカパーだ。おはようございます。はじめまして、小向井美奈子と言います。よろしくお願いします。そこの個性的なお二人、喧嘩なんかしちゃダメよ。あんたに言われたくないわ、そんなこと。女みたいな顔して。そうだよ、女子は引っ込んでる。何言ってるのよ。これからこのクラスで一緒に学ぶ仲間でしょ。友達になれないようじゃ明日のビッグスターなんかなれっこないわ。全くその通りだ。何食べたいの。小向井さんとか言ったっけ。はい、あんたの言う通りだよ。近く所詮俺たち中学生だったら中学生らしく仲良くしようじゃないかってことですよね。まあ置いたね。はい、あよくわかんないけどね、なんか すごい自信だ。バイキン肉マン、ここは繋がってるやつ。バッキャロー。お前もあ、やばい。まだわかんないのか。彼女が飾ってくれたこのライラックの花、この花言葉がお前たち分かってんだろ。友情。そう、友情だ。そう、友情。つまらないことにこだわってないで、みんな仲良くしようっていうことですよね、小向井さん。ね。はい。はい。さっきはごめんね。俺も悪かったよ。ちょっと言い過ぎた。もう出てけなんて言わないから。帰ってきて。ごめん。インス、これで、これでインス、これでインス。友情、それは我がスペ中の最重要テーマの一つ。以上、オープニングドラマ、みんな仲良くしようよの巻、終わり。はい、はい、小芝居終わった。はい、終わったな。あのみんな、あの出てくる前に一応言うことは覚えておくようにね。いちいち読まないようにお願いしますよ。はい、はい、ということで皆さん座ってください。本日からですね、皆さんの担任ということになりました。先生、名前をちょっといろいろこれ書いて、伊藤せい。漢字じゃ分からないですよ。漢字じゃねえよ。ひらがなだよ全部。何を言ってんだよ池田くん、ね。ということで、皆さんとですね、素晴らしい授業を通して皆さんに超一流のビッグアーティストになっていただくというのは、まあ、これスペチューは、まあ、昔はそこに、そこあのモビー君、そこにスティービーが座ってた、ね。そこにはマービン・ゲイ座ってた、そこにはボンバーリ座ってた。みんなこの中学から出てるからね。マジっすか。マジっすか。マジっすか。ここはそこはちょ欠席だった、そこは。これから一緒に、勉強していく仲間がどんな人たちかということでね、みんなそれぞれまだ分かんないと思う、ね、分かんないからあんな芝居になっちゃったんだ。ということでね、みんなをねそれぞれね、あの自己紹介していただきたいと思いますよ。それじゃあ一人ずつここに昔の写真をですね用意してあります。あ、大野君今